違うんだよ、母ちゃんやっぱりバルキリーといえばね、なんと言ってもガオク。うん、本当に何度も言うけどね、このフォッカー機はやっぱ別格だね。別格のかっこよさがあります。おタハの秘密基地。おタハの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちはおタハです。今日紹介するおもちは、コールド 超時空予塞マクロスデラックス超合金初回限定版 VF1S バルキリーロイフォッカースペシャルだお全国のガンディアロー集結せよ今回の動画が面白かったらチャンネル登録と厚い高評価どうぞよろしくお願いしますそれからチビコもぜひ大人と一緒に見てねそれでは早速レビコ <laughs> 違うんだよ、母ちゃん もう、ロイ・フォッカーだから、もう、これだけは違うんだよっち <laughs> というわけですごく楽しみにしていました。やっぱ、マクロス好きにはさ、やっぱ、このロイ・フォッカー先輩の、このロイ・フォッカー機ロイ・フォッカースペシャルと言うんだけどね。うん、通称ロイ・フォッカースペシャル。で、これはね、テレビ版となっていて。で、こっちにね、劇場版の一条光機あるんだけど、これとは、頭部の造形が少し違うとのことです。うん。で、その劇場版はまだ発売されてないのね。うん、だから、あああ。 もうとにかく嬉しいです。商品の構成的にはごめんね、こういろいろ切り替わってね。こっちともうほぼ同じといった感じですね。初回特典のスタンドがあ、今回もこっちに付属しています。うん、そういえば、テレビ版のヒカル J は本当に再販がないね、初回特典。あの、何このスリーブに入った状態となっていますね。で、パッケージの背面はこんな感じは。このイエローのカラーリング。もう本当にファンならお馴染みだと思うんだけどね、あの、 まさかのね、交代劇がありましたね。劇中でね。で、ヒカルがね、このロイファフォッカー機に乗るわけです。いやー、めちゃくちゃ、僕も思い入れがあります。ささかけよう。まずは、こっちがね、えー、スタンドになります。あ、ここのマークが変わってますね。スカルマークに変わってます。で、この大きい箱が、じゃーん、こんな感じですね。本体が入っています。改めて、ちょっとこれもぐるっと見ていこうか。箱の大きさは劇場版の、だから、 こっちと同じ感じかなこんな感じとなっています。オッケーろオッケーロカタナイフを使うときは気をつけてね。それでは、おー、おーめっちゃ楽しみじゃーん中はこのようになっています。そうだね、商品の構成的に、あの、テレビ版のね、VF1J、一錠光機と、まあ、ほぼ同じですね。おパイロットフィギュアが入ってる。 おフォッカーさん、いい色だ。うん、改めてね、後でじっくり見ていきます。さあ、それではね、パッケージの中から取り出します。まずはね、ファイターモードから、じっくり見ていこうじゃんこれが本体早速手に持ってみようおやっぱこの、トレードカラーのイエローが本当にいいよね。こんな感じです。もう全然。 他のバルキリーと違って見えます。横。よーく見るとね、ここちゃんとロイ・フォッカーと書いてあります。後でね、いろいろじっくり比較するけど、もうとにかく違います。<laughs> 違うんだよ、母ちゃんです。ちゃんとね、ここのところにもプロメテウスって書いてあって、スカル正体のマークになっています。後ろはこんな感じ。ダイキャストが、た,たっぷりね、使用されてて、本当に手に来る、このズシッと来る重さがたまらないです。反対側はこんな感じ。 で、裏側から見るとこのようになっていて、ガンポッドをセットした状態となっています。一応ね、これも殺そう行できるんだよね。男は黙って、殺そうこう。まバ、あ、ルキリーで殺そうこうどうなのかなって感じなんだけど。さあ、次はフィギュア。ロイ・フォッカーですね。うん、このスーツの色とか、あこの顔のところとかね。顔は目、目鼻、口は特に塗装されてないけど、パッと見のその、フォッカーさんの うん、雰囲気めっちゃ出てるね。すごい小さいサイズなんだけど、非常によくできています。というわけでね、セットしよう。あ、そうそうそう、テレビ版と、あの、劇場版の、機体ってね、このコックピットの中の、このシートの、あの、なんていうのかな、モニターのところとか、なんかこう、いじるレバーみたいなところ、ここもね、微妙に違うんだよね。ここも違うんだよ。母ちゃんポイントです。僕ッカー先輩を、この中に入れて、 テレビ版はね、こう、片腕で、こう、なんかレバーを操作してるような感じになっています。もう、セットするとこんな感じです。いやー、たまらん。さあ、それでは比較いこう。一条光る木、J 型と並べると、こんな感じ。うーん。もう僕から見たら、もう全然違う。もう僕たちから見たら全然違うといった感じでね。もうカラーリング。 えとか、あとはね、ここからちょっと見えづらいけど、頭部のところが違ってたりとかね、各部のマーキングなんかも違います。うん、コックピットのところとかね、ちゃんとフィギュアが、こう違っています。こんな感じ。で、こっちはね、劇場版愛覚えてますかの一条光るきこれはね、S 型となっていて、まあ、頭部のデザイン、ちょっと違うんだけど、まぁ、あ、大体同じって感じですね。で、改めて、えー、ここを見てください。ちょっとね、あの、両腕で、 こう持ってる感じのコックピットになってるよね。こういう感じ。だからちょっと違うんだよね。<laughs> でまあこんな感じで3体並べると、おお、このようになります。<laughs> 違うんだよ、母ちゃんもうね、全然違いますね。カラーリングは、本体の成型色、違ったら申し訳ないんだけど、フォッカー機の方が少しさ、グレーがかってない なんか、ちょっとグレーがかってるんだけど、うーん、気のせいかな <laughs>。ちょっと自信ないんだけど、両方とも、うん、三つともね、全部グレーがかってるんだけど、なんかフォッカー機はより一層濃いような気がする。本当に違ったら申し訳ない、うん。で、劇場版は、あさっき、えー、ここね、アームドワンって書いてあるんだよね。まあスカル正体で同じなんだけど、まあちょっとしたマーキングの違いなんかもね、あると思います。うん、本当に。 よくめ、あ、確かにね、あの、こういうところとかね、ここ赤があって、えー、こっちはないとか、うん。おそらく劇場版の、あ、フォッカーキーが発売されたら、それはそれでまたね、ちょっと細かい部分が違うんじゃないかなと思います。かなりざっくりしてるんだけど、まあ、本体の違いはこんな感じ。さあ次初回特典の、ファイターモードのスタンドと比較するとこんな感じです。 今回のロイ・フォッカー機は、スカル正体のマークになっているというところですね。これいいんだよね。ちょっとこう、斜めに、こうね、飾ることができます。うん、やっぱこの2機をこう一緒に並べるとすごく感慨深いものがあります。ファイターモードは、こんな感じ。さあ、お待たせ。それでは変形、えー。ガウォークにバトロイド。 で、今回はね、変形パターンは省略します。こっちのレビューでね、詳しくやってるんで、そっちをぜひ見てください。というわけで、ガオクいこう。変形変形完了ガオクモードやっぱりバルキリーといえばね、なんと言ってもガオク、うん、これもね、他の商品同様、ちゃんとね、バッチリと決まります。いやー。もう何度も言って申し訳ないけど、このロイ・フォッカー機のカラーリングが本当に素敵です。 さあ、そしたら最後、もうこのままバトロイド行こう変形変形完了バトロイドモードだもう本当に、もう繰り返しになっちゃうけど、やっぱりかっこいいよちょっと手に持ってみようこんな感じです。もう本当にね、改めて48分の1スケールなんで、全体がかなりずしっとしていて、大きいです。うん、こんな感じ。 ロイ・フォッカー隊はね、改めてどんな人物像だったか、もう本当にみんながよく知ってると思います。親しみやすい。 兄貴って感じのね、いい先輩ですね。で、ちょっとこう、なんか、お酒飲んでて、バローみたいな感じの、うん。本当になんか劇中を思い出します。かっこいいんだよね。うん、この胸部のスカルマークとか、うん、スカル正体のリーダーなんでね、うん。ここにスカルマークがあったりとか、うん、このイエローのカラーリング。あとで頭部比較するんだけど、少し劇場版と違うみたいですね。あとで徹底比較しよう。<laughs> 横 変形今回省略してるんだけども、まあ今までと同じような感じでね、安心した、こう、かっちりとした手応えとなっています。ほぼ完全変形ですね。この足の付け根のところ。これ以外は完全変形となっています。近くでじっくり見ていこうまずは頭部。VF-1S 型となっていてね、S はこの頭部となっています。この基銃がね、4本あって、う当ん、本当に最高です。このバイザーに当たる部分はクリアグリーンになっててね、質感がとってもいいです。 頭部どう違うんだろうなパッと見た感じ。この首のところなんかこう、あのディティールがありますよね。これとかちょっと違うかなという感じ。フェイスはね、本当に比べてみないとわかんない感じですね。スカルマークこんな感じ。うん、これがいいんだよね。それ、あ、でね、後でね、ちょっとダメ出しというか、まあ今言っちゃおうか。 なんかね、少しね、擦り傷みたいのが、ああ、デフォルトでありました。ちょっと塗料移りというのかなうん、そういうのがありました。塗料掛けとか。まあ、あのー、僕はクレーマーになりたくないんだけど。<laughs> まあ、ちょっとこれは気になるかな、という感じですね。それから足回り、こんな感じ。うん。後ろから見るとね、このようになっています。さあ次、次ガンポットを手に持たせるとこんな感じ。 で、これはテレビ版ですよね。テレビ版には付属品があ、劇場版とは違いがあって、いわゆるこの丸指というのかなこのアニメーションのような、こう丸っこい手首がついています。これがね、あの、かなりいい感じです。大きさもね、ちょっと違うんだよね。各馬を動かして、アクション完全変形で、さらにね、ここまでね、フルアクションします。これがすごいよね。うん、本当に何度も言うけどね、このフォッカー機は、やっぱ別格だね。 別格のかっこよさがあります。さあ、そして最後は比較いこう。一条光器。J 型と一緒に並べると、こんな感じ。お一緒に並べると本当に壮観だな J 型。この J 型の頭部もかっこいいんだよなで、今回の S 型はこのような頭部造形となっていて。うん、まずここが違うとかね。まあ、カラーリングとかね。スカル正体のマークがあるとか。うん。 そういったところが違います。さあ、そしたら今度は劇場版。改めて一緒に並べると <laughs>、こんな感じです。あの、ファイターの時にお見せした通りね、各部のマーキング微妙にちょっと違う、まあ、このフォ,フ,フォッカーさん専用のカラーリングで、一条光のカラーリングで、やっぱ何と言っても違いは頭部かなこれがどう違うのかなちょっと徹底比較したいから、うまず、通常の。 あ、でも首のディティールあるはあるな。うーん、どう違うんだろうな。うん、これ、と、これ <laughs>。本当に母ちゃんに怒られるレベルだな。うん、正直。ど、どこが違うんだあー、ーわかんないな。でも、このフェイスラインが気持ちほっそりしてるような感じするね。うん。どう思うんで、この首のデザイン、あるよね。 うん、これがあ、劇場版にも、あ、でもあるよな。でもなんか少し違う、デザイン違うのかな。本当に、正直なところ、よーく見ないと、うん、僕違いわかんないな。<laughs> 悔しいな。うんうん、少しほっそりしてるね。今回のフォッカー機の方がね、うん。そんなところかなといった感じです。うん あでも、講師よーく見るとね、決定的な違い分かった。ここの赤いポッチが、これ炭入ってないよね。今回のフォッカー機には炭が入ってて、気持ちでかい気もする。<laughs> まあ、そんなぐらいの、まあ、わずかな違いだね。うん、でも違い見つけられてよかった。まあでも、細かいことはどうであれね。うん、僕は、あの、フォッカー、フォッカーさんの期待がここにあるっていうのだけでも本当に嬉しいね。 そしたら3つ並べよう。じゃん !3 体を一気に並べると、こんな感じ <laughs> 違うんだよ、母ちゃんという感じかなもう今日何回違うんだよ、母ちゃんって言ったんだろううん。まあまあまあ、僕から見ればね、うん、僕たちから見れば全然違うものになっていると思います。一通りの遊び方は、こんな感じ というわけで今回の超時空要塞バクロスデラックス超合金 VF1S バルキリーロイフォッカースペシャルのレビューいかがだったでしょうか直撃世代のあなたはもちろんこれね一緒に触って遊んだ気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。そうして僕は大満足です。今回の動画面白かったな楽しかった。<laughs> 一緒に触った気になったよという方チャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。 それから僕は Twitter、公式 LINE アカウントがあります。お友達の追加、どうぞよろしく。あとはどんなことでも結構です。おー、たー俺はマクロスのもう直撃世代だよとかね。ロイ・フォッカーさんの、あの、思い入れのあるエピソードあれだよとかね。パインサラダとか <laughs>。他にもね、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。お、どうでしょうまたねー 夜の終結せよ、ミッションを繰り出せよ。変形が与え、憧れてた夢のトランスフォーム。若さの君密基地。